足跡残してって、ナイキよろしく、感じ。やば。パラスティカの豆だと、澤出です。質問コーナーイエーイ100の質問にね、いかに短いスパンで答えられるかっていう、はいはい、ことをしてきてても、テンポよくね。テンポ。うちらテンポ乗るのが得意なんだ。得意。決められたカウントの中で、伝えたいことを伝えるのめっちゃうまい。でもその辺はやっぱちょっと、任せてくださいよ。任せよ。パラスティカ。好きなことあとは、無駄に真珠。好きな色は白。自分を色に例えるなら青。自分を動物に例えるなら犬。何歳ですか？22です。音楽大好き。パンク。好きな花はなんか、マル。兄弟構成は長女。と、下に2人。あ、かわいい。何かペット飼ってる？小鳥があります。おしゃれって何？知らねえよ。人それぞれだよ。じゃあ、行くよ。好きな季節は？夏。もう一歩手前。幽霊見える？見える。好きな食べ物は？ヨシ牛。1ヶ月前に食べてたのに。ヨシ牛。どこに住んでるの？家です。好きな動物は？犬。芸能人なら誰に似てるって言われる？なんかなんだっけ、あれなんだっけ、豆田さんが高校生の時に似てるねって言ったやつ。6点。6点さん。恋人いますか？ご想像にお任せします。魔法が一つ使えたら、なんか時間を止める。好きな車は？好きな車、ちょっと待って、もう全然出てこない。ファンカーゴ。好きなブランドは？なんかブランドは特にありません。好きな企業は？どうしよう、企業？もう無理だ、分かんない。どうだ。マイブームは何？マイブームはなんか家で寝袋で寝ること。好きなスポーツは？スポーツ？走るとか？生まれ変わったら何になる？生まれ変わったらなんか鳥になるわ。オッケー。特技は？何だろう。スキップ。趣味は？趣味は YouTube を見ることです。チャームポイントは？チャームポイント？どうしよう。なんでこの辺のほくろ、褒められるところは？なんか、自分の興味あることにだけは、なんか すごいねって、なんか言われるよく。ふわっとしてんな。身長いくつ？159。体型どんなの？体型は筋肉がない。どんな恋愛をするの？普通のしょうもない恋愛してます。一番絶望したことは？どうしても遅れちゃいけない用事の時に家に財布忘れてきたこと。最近笑ったことは？本当にすっぴんの時に、視聴者さんに電車で見られてたこと。最悪だ。最近泣いたことは？映画見て泣きました。明日地球が滅亡します。どうしますか？寝る。好きな鳥は？セキセイインコが好きです。好きな猫の種類は？マッチか。後悔ってする？後悔ね、する時としない時 50-50 です。どんな性格なの？0か100か。好きな本は？読書は小2からしないんで分かりません。好きな雑誌は？ナイロン。最近のお気に入りは？ベレー帽。香水何使ってるの？ボディミストですけど、ラリンっていうところの、ピンクペッパーみたいなボディミストを使ってます。好きな模様は何？しましま。色黒と色白どっちが好き？かっこ異性。色白。そういえば性別どっち？女だわ。血液型は？ B 型です。同じです。蚊に刺されやすい？刺されやすい。夏とかやばいね。好きなアイスの種類は？なんだっけ、あれパルム？パルム。星座は何？魚座です。自分の言える？イノシシ。どういう大人になりたい？自分のことちゃんと自分でできる人。好きな歌詞は？ブルーノマーズ。好きなキャラクターは？なんだっけ、あれが好きだわ。なんだっけ、黒縁メガネしてる？黒縁メガネしてない。ラップってどう思う？ラッパーになりたいです。カラオケに何歌うの？カラオケ私嫌いなの、行かないんですよね、カラオケに。泣きたい時どうしてる？泣きたい時。魚は何？犬。好きな漫画は？漫画な、一切読まないの。本当びっくりするぐらい。マジ？漫画マジで読まん。好きなお菓子は？ミンティア。好きな飲み物は？特茶。もしも異性に24時間ないと何をする？なんだろう、どれくらいモテるのかっていうのをちょっとやってみたいな。かわいいね。
どんな悪夢を見たことがある？家が火事になっちゃう夢とか、自分が死ぬ直前の夢とか、たまに見る。流れ星って見たことある？ない、見てみたい。何の仕事してるの？ YouTube を仕事にしてますって言いたいね。うん。血液型は何型が好き？ B 型。好きな数字は5。ラッキーナンバーなんで。絶対絶命になったことある？あるよ。もうあるとしか言えない。ボタン遊びに何するの？特になんかしたりとかはしないタイプ。結構イエーパーティーイエーとかそういうキャラじゃないんで。得意料理は？得意料理？オムライス。どんな表情が好き？かっこ異性。ぼーっとしてる顔。ぼーっとしてる顔。他人に言われてムカつくことは？自分が決めたことを曲げられた時どんな泣き方する？ねーん。どんな笑い方する？引き笑い。駆け引きって好き？好きだけど下手。森とかはどっちが好き？川。山と海どっちが好き？山。お年寄りは好き？どういうこと？どん、まあ、別に嫌いじゃないよ全然おばあちゃんとかとは仲いいタイプ。うん。赤ん坊は好き？ちっちゃい子がちょっと苦手。好きなお店は？本屋さんが好き、すごく。ヒョウ柄の服って好き？持ってる？持ってない。持ってないね。1枚持ってないね。どんなファッションする？どんなファッションする？あ、こんな感じ。バイクって好き？まあ水嫌いじゃないですけど、うん、あの後ろ乗りたいですので誰か乗せてください。はい。バイク何乗ってる？バイク？あ、これ乗せてない。乗ってない。口癖は？どう思う？よく使ってる語尾は？なんとかなんだよな、みたいな感じ。違うよな。違うよな。違うもんな。確かに。なんだね。友達多い？で、少ない。私も少ない。友達は必要？友達は必要です。一人で生きていける？一人は無理だね。結構いろんな人に頼って生きてるんで、今も。好きな天気は？てめえ、もう晴れでしょうよ。ちょうどいい気温は？20度ぐらい。あ、ちょうどいいね。好きなアクセサリーは？イヤリンかな？耳かな？唐突です。ラスカル好きって書いてある。ラスカル好きよ。大好きよ。ラスカルに合わせてくれて。好きなお笑い芸人は？あー、私、トレンディエンジェルが好きだった。いや、めっちゃ、だって、ファンが書いてた。ちょっと。外国人になるならどこの国？絶対アメリカ。その国でどんな人生を送る？私もアメリカだけど、うん、アメリカ人とかになりたいけど、今の感情を一言で表すな。もうちょっとで終わるなって感じ。関西って好き？いや、関西は好きです。普通に今度企画で行きたいです。以上で100個です。ウィキペディアとかまとめサイト見るよりこの動画を見た方が早いな。完全に間違いない。テンポよく答えようとしたらさ、相槌入れたくなっちゃって全然テンポ関係なくなる。うーんとか言っちゃってな。パラスティカ。みんなが気になる逆に100の質問のこれやってほしいですとかあったら、ぜひ教えてください。そしたらちょっと適当ですがまたやりたいです。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画聞いてくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。